変に蝶々は西洋音楽における蝶の一つで変に音を主音とする蝶々である。調合はフラット5箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は自然調音界で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の古音,音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では、 異名動音的に変えられることがある。サブドミナントマイナーでは6度の音が半音、下げられるので B であり、この蝶を選択すると譜面上で10変記号がしばしば使用される。10変記号の使用を避けるために A が使われることもある。他に A 波長調,調を用いる手段もあるが、調合にシャープを7箇所使用するのであまり使われない。この蝶の曲で始まる現代音楽曲は、 最後で半音上がってに蝶々で終わるケースもある。動詞単調として、英派単調が用いられる。また、英派単調の動詞蝶調,調に、英派蝶調,調の代わりにこの調で書かれることも多く、曲発が英派単調で途中でこの調となる例は多い。ロマン派のピアノ曲に多く見られる。ピアノでは、国権の利用が多いため、柔らかい音が得られるとされている。 調合が多く使われるために読句が難しいが、引き慣れると引きやすい調べである。カテゴリー、変に蝶々を参照。ありがとうございます。